おー、春さんこんばんは。9時からスタジオ入ります。それまで雑談やります。よろしく。春さん久しぶり。久しぶりでもないか。こんばんは。はい、バスーさんこんばんは。いらっしゃい。風呂入ってきたわ。なんかさっき放送中に電波が途切れちゃって Wi-Fi が止まっちゃったんだよ。それでまあ風呂入ってこようと思って。クロスケさんお疲れ。お疲れっす。はい、ベロンチャーさんはわざついらっしゃい。今からスタジオ入ります。リスナーさんのね、レクチ君がね、ギターうまいから一緒にスタジオ入ろうと前から約束してたんだけど、今日初めて入るかな。前から入ったことなかったんだよね。楽しみっすね。メタルっ子だからね。風呂入ってる間にアイラの放送終わっちゃったよ。アイラの放送見たかったの。来ないのかな今日。のんたん来ないのかな。ああ。スタジオはね、エイプマンね、9時から入ろうと思ってる。9時からっすね。それまでは雑談やってようかなと思って。2時間入るね。2時間、3時間ぐらいが一番ちょうどいいんだけどね、休憩入れて。俺はスタジオ3時間ぐらい入るのがちょうど好き。2時間だとちょっと物足んないんだよね。今日軽装でもいいから暖かかった。今日東京エイプマン、なんか昨日がすごい、昨日一昨日すごい暖かかったよね。東京はすごい暖かかったね。春みたいだったよ。
東京なんだ。じゃあ一緒だね。俺は新宿だから。東京だったらそんな天気変わんないもんね。平野だから。山とかあると向こうね、県内、同じ県内でも全然近かったりするけど。来んのかな。千葉、千葉かし飯食ってきます。行ってらっしゃい。待ってるよ。スタジオ入った後でいいか、飯食うの。なんで俺が詐欺したの？おはよう。装備売る。25名さんいらっしゃい。何やってんの？お、いや何もやってないよ。暇つぶし、雑談しようかなと思って、時間空いたから。特に何も考えてないよ。スタジオ入るんだけど、これからそれまで暇だからさ。携帯いじってるだけ。スタジオってね、音楽やる場所、ドラム叩いたり、する場所だよ。リスナーさんと一緒に、レクチ君っていう子がいるんだけど、リスナーさんに。レクチと一緒に、スタジオ入ろうって前から約束してた。今日空いてるって言うから。9時から入るね。
9時まで暇なんだよ。だいぶ時間あるね。まあ、まったり雑談楽しもうぜ。もうあれだから、あのドラム配信はかそるって分かってるから。音楽が一番楽しい。音楽、やっぱね、ドラム叩いてると体動かすから楽しいよ。なんかあと生音って言ってさ、でっかい音聞けるから、もう耳が聞こえなくなるぐらいさ、でかい音を出すとやっぱ気持ちいいよね。空気の振動で、その音、音が空気の振動で分かるぐらいだから。やっぱ気持ちいいよ、でっかい音出すと。それはね、多分ね、ライブハウスとか行かないと分かんないかもしれないね。でっかいね、バンド見に行くと分かるよ。かそるね、大体スタジオ配信は。まあ、それそうでしょ。素人の音楽聴いてるのも面白くないじゃん。リスナーさんは。雑談聞きたいとかそういう感じじゃん。しょうがないんだよ、それは。プロの演奏とかだったら見応えあると思うけど、やっぱ素人の演奏には限界があるよね。そうだね。まあカラオケ枠も大体かそるよね。よっぽど可愛いとかじゃないと。はい、ワード2、マチルダいらっしゃい。楽しんでて。たまにニコ生で盛り上がる回とかあるけどね。なんかコメント職人が面白いとか。ボンドさん、風船100個ありがとう。ワドツでーす。風船100個ありがとう。スタジオ楽しみ。今日はギターがいるからね。いつもドラムだけだったから物足んなかったと思うけど、今日は聞けると思うよ、だいぶ。ギターが入るから。今日は普段のスタジオ配信よりも絶対楽しいと思う、リスナーさんは。断言できますよ。サウチカラオケかそるんだよ。歌うまいんだけど、歌うまいかどうかじゃないからね、面白いかどうかだからね、配信は。あのね、歌うまいかどうかなんてリスナーはね、どうでもいいんだよ、正直言うと。そんなことを見るために来てるわけじゃないんだ。そこをね、分かんないダメなんだよ。ドラムかっこよかった？そう。今日はカメラの角度ちょっと変えてやろうと思ってるけど。でしょ？面白いかどうかじゃん。笑えるかどうかじゃん。だからね、よく言うんだけど、喜怒哀楽を突き動かすやつが配信では正解だって言ってるね。それくらい上手くないと意味ないんだよ。ああ、この人地元にいる上手い人ぐらい上手いなぐらいじゃダメなんだよ、やっぱ。そう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 。間にね、あの、挟むと、かそらないよ。うん。桃七のカラオケの乱れ具合がいい。あいつは絶対面白いよね。エンターテイナーだからね。分かってるんだよ、あいつは。その、リスナーが何やったら喜ぶかっていう。あの、服の着替えとかマジ爆笑するもんね。これ可愛いやんなーとか言って。なんで笑うーんとか言って。これめっちゃ可愛いやんとか言って。めちゃめちゃブサイクなんだよ。あれは毎回笑わせてくれるよね。服ダッサっていう。ああいうところが持ってるんだろうな。和道さんのカラオケ枠も見たことある。面白くないでしょ。だからカラオケなんか垂れ流してても面白くなりようがないもん。自分でやっててわかるもん。これはほんと自己満ですよって。
断言する。面白くなりようがない。歌ったとかも歌った。俺ね、女の人も歌うの好きなんだよ、結構。女の歌手が好きだから。よく歌うよ。歌だとか、コッコとか。うん。なんかね、歌はね、やっぱり女性が歌った方がいいよ。男性よりも女性の方が歌はいい。歌うのに向いてるんだよね。だから俺いろんなものが男性の方が有利だと思ってんだよ。料理作るにも何するにも。だけど歌だけはほんと女性の方がいいと思ってる。女性優位だね。うん。なんでなんだろうね。それは俺が男なのかどうなのかわかんないけど、なんか男性の歌手ってやっぱそのキーで限界があると思ってて、うん、俺はそう思うね。男性の歌手より女性の歌手の方が俺は好き。聴いてて心地いいね。風船プレゼント、勝也さんありがとう。勝也さんありがとう。ハートプレゼントありがとう、ごましおさん。ありがとうございます。写真の方はあれ以上極めないの？写真なんて俺全然趣味でやってる感じだもん。でも普通にあれだよ、みんな女子高生が写メ撮るのと同じ感覚でやってるよ。なんか写真家を名乗ってるつもりはなくて、うん、フォトショップとかいじれるようになりたいなと思ってて、フォトショップは持ってるから、ちょっとなんかいい写真撮れたらなんかサイトの加工用にとかちょっといじってみようかなとは思ってるけど。ジーマさんいらっしゃい。それくらいかな。特になんか普通に楽しいって感じだね。写真はたまになんかいい写真が撮れると。いや極めたいとか基本的になくて、本当にない。その何かを極めたいとかは一切ない。俺はいや、とにかく楽しんでたいっていうか、遊んでたい。とにかくずーっと遊んでたい。なんか俺は遊ぶために生まれてきたから、楽しむためと遊ぶためだけに行きたいんだよね。だからまあその時その時で何でも楽しめる人間になりたいって感じだね。うん。だから所ジョージみたいになりたいよね。理想系はかっこいいじゃん。車もいじれるし、ギターも弾けるし、フィギュアも作れるしって、何でもできちゃう人が憧れるんだよ。ああいう人間憧れる。
なんか職業としてのこだわりで極めたいと思ってるのは本当配信ぐらいだよ。本当に配信だけは極めたいと思ってるかな。長く続けていってさ、あんまり焦ってはないけどね。うん、配信楽しいじゃん。でやっぱなりわいっていうかさ、本業は配信者だと思ってるから、自分の主戦場っていうの、縄張りっていうのかな、まあ、配信だから、配信にはプライド持ってるかな、譲りたくないっていうか、結構本気でやってきてるから、そんな感じかな。それ以外あんまないな。はい、こんばんは。カニパンいらっしゃい。楽しんでて。やっぱ夕方過ぎると人増えてくるね。いい感じだね。いや、土日かそるんだよね、結構。コーヒー買ってこようかな。そう、コーヒー買ってくるわ。コーヒー飲みたい。ちょっと待ってて。ただいま。コーヒー買ってきたよ。BGM いい？髪型かっこいい。そうか？ただのデコッパゲだろ。ただセットしただけだよ、今日は。うん。かっこいい、これ。ただ、ジェル塗って髪の毛上げてるだけ。デコッパゲでしょ、ただ。
ネスカフェのコーヒーは飲まないね。最近飲んでないね。バリスタ、リスナーさんからのプレゼントなんだよな、これ。バリスタ。ただいま。KP。KP。うまいな、コーヒーだな、やっぱな。コーヒー最高。KP。 このスティックダメだったわ。細いやつ買ったんだけど、軽すぎて音が軽い。すぐ折れちゃうよ。全然パワー出ない、スティック。太い方がいいわ。失敗した。すごい細身のスティック買ったんだけど、ダメだったね。音が軽いんだよね、サウンドが。なんか、先端がね、こう削ってないやつが好きなんだよね、俺。青さんいらっしゃい。風船ありがとう。
さっきあれだね、チャンピンのところであったね。直拓さんとココちゃん飲んでるんでしょう、多分。いつもメンバーで、ヒカルくんとチャンピンと。風船プレゼントありがとう、ゴンズさん。可愛がられてるよね。のんたん今日いないんだよね。のんたん来んのかな。ドラムやるからリストバンドつけねえと。今日はドラムだ。のんたんは今日来るのかな。どうなんだろう。不定期にいつもプラーっと来るから今日いないよ。のんちゃん配信見てるかもしんないけど、最近ロムってんだよね。コメント打たないんだよね、のんちゃん。まあ、そらそうだよな。ずっと一緒にいるんだから配信見てても面白くねえわな。何考えてるかも分かるだろうし。44名さんいらっしゃい。ワード2にはいらっしゃい。これからスタジオ入るよ。9時から。2時間後だね。2時間後。ていうか、ニャーさ、俺のプライベートアカウントブロックしてるでしょ。高光ってやつ、俺のプライベートアカウントなんだけど。なんかニャーにブロックされてるんだけど、俺。何人かにね、俺の高光っていうプライベートツイッターアカウントブロックされてんだよね。ニャー、ブロックしてない？ニャーフォローしようと思ったらブロックされてますって来たよ。高光ムービーってやつ。そうそう。いや、ローマ字で高光っていう名前で、高光ムービーは俺だね。怪しい感じなんだもん。そう、怪しい？はい、メロンワード2。怪しいか。マジマジ。ブロックされてたよ。まあ、いいんだけど。あ、いいよ、全然。待つ待つ。確かね、ニャーにブロックされてた気がするんだよね。
ここで見せれる見せれる見せれる。俺のアカウント、プライベートアカウントは何人かにブロックされてたんだよね。これこれ、あ、大阪雨なんだ。この高光ってやつは、これ俺のプライベートアカウントだから、うん、でニャーのことをフォローしようと思ったらニャーにブロックされてますってきたから、えと思ってびっくりしたんだよな、うん、俺リスナーさんにプライベートアカブロックされんのみたいなえと思って、俺なんか衝撃的だったよ。俺ブロックされんのみたいな、わかる人にはわかる。うん。ショックだったよね、ちょっとね。私もフォローされてる？してる？卵もしてるっしょ？そう。なぜかブロック入ってんだよね。リスナーさんからブロックは結構効くぜ。俺なんかやったかな？みたいな。ゲ間違えた、ゲ間違えた、ごめん、怪しかったからブロックした。誰が怪しいんだよお前、俺だわなんだ怪しいって、怪しかったからブロックってなんだろう、怪しくねえわ、失礼な、何が怪しいんだよ。俺の写真入ってるじゃん。うん。わかんない人？それでも和道リスナーかよ。わかるでしょ。俺の本名だよ、高光って。なんでわかんないのよ、逆に。あ、フォロー。え、ブロックされてんじゃん、まだ。まだブロックされてるわ。時間かかんのかな？うん、まあいいや。今フォローしようと思ったらブロックされてますって言うの、うん、へこむわ。ていうか鍵アカ多すぎるよ、みんなみんな鍵アカじゃん、鍵アカ多すぎだよ。なんでツイッターやって鍵をかけるのよ、鍵解除しなさいよ君たち、鍵アカ多すぎ。なんで鍵かけんだろう。もう一回送ってじゃなくて、ブロックされてるから、俺はニャーからブロックされない限り申請は送れないんだよ。だからツイッターのブロック解除っていうのをニャーがやらない限りダメなの。ネットの意味ないでしょ、鍵かけるのは。まだ LINE とかだったらわかるけど、ツイッターで鍵かけるのはマジで意味がないと思ってる。なんだそれってなるでしょ。この間急に最近鍵かけた？あ、そうなんだ、うん、ネットってさ、あのオープンにやるからインターネットなわけで、ブロックおかしい、うん、いいよもう。女性でも大丈夫なんでしょうか。いや、女性でも全然フォロワーとかいっぱいいますよ、うん、全然います、います。っていうか YouTube チャンネル登録して、ここに書いてある YouTube、 YouTube チャンネル登録お願いします。 YouTube 復活したんで、過去の動画全部載ってるんで、4ヶ月ぐらい前の全部載ってるんで、 YouTube 登録してみんな。これね、 YouTube、 いや、これ結構ね、小遣いになるんですよ YouTube。 何気に甘く見たらダメだよ YouTube、 なんだかんだ再生数伸びるから。
まあ、160人しかいないけど。ねえ、動画見るだけで稼げるんだったらいいじゃん。再放送見るだけで俺に支援できるんだよ。ありがたいっすでしょ。結構懐かしい動画いっぱいあるからね。何でもお金に変えていかないと、個人事業主は厳しいんですよ。1歳って 0.1 円ぐらいですね、大体。そんなもんっす。僕の場合はそれくらいっすね。人によるんすよ。再生時間が長い人はもっと稼げるし、僕の場合それくらい。ありがたいことにさ、リスナーさんがいっぱいいるからさ、追っかけてくれるんですよ、みんな。1日でだいたい500再生ぐらいいくから、1日で 毎日50円ぐらい入ってくるのか。登録ありがとう。ありがとね。サンキュー。あざーす。おお、2人増えた。ありがとう。なんか知らないけど、フォロワーにワドさんいなくなっちゃった。もう一回お願いします。四つ目はフォローしてる。ん、いなくなった、フォロワーに。え、俺の本赤の方。え、何の話。え、ちょっと待って。いや、フォローしてるけど。え、ニアいるじゃん。ニアはどこだ。え、どういうこと、どういうこと、どうすればいいの。俺はわかんないんだけど。プライベートアカウントの方でフォローすればいいの。だ、ブロック解除しないとできないよ、ニア。あ、そっちね。オッケーオッケー。ニアどこだ。ニアいたいた。あ、できたできた。え、ブロックされてるって。ブロックされてるため、フォローできませんって。できないってよ。ブロック解除した？あのね、時間かかるんだよ。タイムラグがあんの。一回ブロックすると一日ぐらい置かないとブロック解除されないんだよね。多分それだと思う。あ、ゴンタさんもしてくれた。ありがとう。ぜひぜひ暇な時は、YouTube の和道ビデオログ見てもらえるとありがたいですね。ビデオログをぜひ。のんたん来んのかな。連絡してみようかな。いや、ブロックされるんだもん。解除するにもアカウントがない。いや、だから違う違う、携帯電話で、まず自分のプロフィール画面行くじゃん。そうすると設定のボタンあるでしょ。設定押すの、まず。で、そうすると、プライバシーとセキュリティっていうのがあるから、そこを押して、ブロックしたリストがあるのよ。ブロックしたアカウントっていうの。それをこう解除していかないとダメなの。設定画面に行って、プライバシーとセキュリティを押して、一番下にあるブロックしたアカウントっていうのを解除しないといけない。うん。それをしない限り俺はフォローできない。なんだよ、俺ツイッターの公式の人みたいになってるじゃん。ツイッターの公式アナウンスじゃねえかんな、この放送。さあみんな、今日はツイッターを使いこなしてみよう。インタラクティブな体験をみんなにお届けするよ。間違ってブロックした時の今日は対処の仕方だ。まずは設定画面をクリックしてくれ。そうだ、その画面の下から2番目、セキュリティとプライバシーをクリックするんだ。いいね。一番下まで行こうか。そこにブロックしたアカウントリストが書いてある。さあ
今すぐブロックを解除で君のツイッターライフをエンジョイさせるぜ。ブロック解除のボタンあるよね。な、俺のアカウントがどれか分かんないから、俺のアカウントが分かったらブロック解除できるんだよ。そのやり方しか知らないんだよ多分。その一番やりやすいやり方しか知らないんだよ。それしか知らないんだ、うん、高みつー、道島の犬いらっしゃい。鳥飼ってるよ。文鳥っていう鳥で、すげえ可愛いよ。釈迦っていう名前なんだけど。俺が仏教好きだから、ゴーダマシダールだから取ったよね。釈尊から。釈迦って名前です。ねえ、釈迦。釈迦って名前リスナーさんと一緒に考えたんで、不謹慎なんじゃないかっていう。お前、仏教好きで釈迦って名前はねえだろっていう。で、リスナーさんが、俺の放送を見て釈迦飼ってるので文鳥可愛いって言って、文鳥飼ってくれたリスナーさんがいたんだけど、その文鳥の名前はクーって名前をつけてくれて、釈迦と名前をお揃いにしてくれたんだよね。だからこの世のどっかには釈迦のパートナーのクーがいるんだよ。クーが、クーだかソラだか忘れちゃったけど、リュージュって名前どう？リュージュいいんじゃないの。超かわいいよ、釈迦。天使だよ、天使。飯終わって、おお、エイプマンお帰り。楽しんでて。ストレッチしないとね。手ほぐしておこうか。スタジオ入る前に。とりあえず風船ありがとう。風船ありがとう。ストレッチしておきます。スタジオ入るまでに。今日スタジオ行くの、前回のスタジオ。そう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 、もうあそこ通おうと思ってて、一人550円なんですよ。二人で入ると1時間1100円なのね。ってことは550円じゃないですか。で、新宿のペンタっていうスタジオ一人で今まで入ってたんだけど、ペンタ800円じゃなかったかな。だから、250円ぐらい安いんですよ。しかも家からすぐそこで、歩いて1分ぐらいなんですよ。びっくりした。ほんと歩いてすぐ。
あ、もう今度からそこにしようと思って。で、ドラムセットも40万円ぐらいのドラムセットで、もう日本にないっていう、日本にないドラムなんですよ。結構いいドラムセットスタジオで入れてて。でも大変みたいね。もうなんか1000万ぐらいかけてアパートの椅子を改造したんだけど、全然採算合わなくて、バイトしながら経営してるって言ってた。だからもう通う人がいなくなったら、もう店畳もうと思ってるって言ってた、オーナーは。個人でやってる人なんだけど、好きで。もう何年やってるっつったっけな。結構長くやってるらしいんだけど。だからプロのミュージシャンとか来るらしいよ。海外とかから来るって。で、実際俺前回行った時に、前に入ってた人外人さんだったもん。プロアーティスト、ドラマーがいっぱい来るんだって。なんか珍しいドラムが置いてあるからっていうことで。ブロック解除したけど、フォロワーのところにワドさんいない。明日になれば表示される。今やってみようか。ブロック解除した？ちょっとやってみるよ。今ワド待って、今やってみるから。お、正義の味方いらっしゃい。今日スタジオ入るよ。レクチョ。ブロックは解除したのね。いやー、どこだ。いやー、どこだろう。見当たんねえな。いやー、どこだろう。いたいた。お、できたできた。申請飛ばしたようには。見てみて、申請飛ばしたから今行ったはず。見てみて、ちょっと。多分言ってるはずなんだよね。D。ドレミファソラシドかわかんないからちょっと勉強させて。レミファソラシ
ドレミファソラ。合ってるかな。 C D E F O Aギターって難しいよな。できた？できた？うん、できたできた。よかったよかった。うん、ごめんね、なんか俺が紛らわしくて。なんかフォローバックしてほしいっていう人もいたから、プライベートアカウントでフォローバックしようと思って。そしたら繋がれるじゃん。うん、だからもう一個アカウント作ったんだよ、リスナーさんフォローバックするように。いや、悪くない。全然悪くないよ。全然悪くないよ。いいよ、いいよ。謝んないで。調べればいいか。パワーコード。C C。これが C か。フレットどこだ ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 個？こんな高いの？これがド？これがドの音？ド？11フレットどこだ ?3,5,6,7,8,9,10,11。レ、ド、レ、ミ。ギターってわかんねえな。ミ、ファ、ミ、ファ、ソア。え？ソアここ？ん？え、何？え？全然わかんねえな。C と、C と G って一緒なの？6。
全然わかんねえ、全然わかんねえ、超やべえ。誰かギター詳しい人いない？誰かギター詳しい人いない？パワーコードがわかんないんだけど、誰か教えてくんね？パワーコードの意味がわかんない。何なんだろうこれ。ドレミファソラシドが。明確な音階がない。コードは後回しでいい。どういうことだ？全然わかんねえな。ルート音と呼んでる。メジャーコード。なんかあれだよね。ギターってさ、理論が入ってくるじゃん。これが全然わかんなくさせるんだよね。コードわかんねえか。誰かピアノじゃない。ギターわかる人いない？ギター。なんかこの音は C で一緒らしいんだよね。全然違うじゃん。なんでこれが一緒の音なんだろう。どういう理屈なんだこれ。スケールとかさ、専門用語がよくわかんない。レクチー教わるか。どうやって覚えればいいって。パワーコード極めたいんだよ、俺としては。弾き語りやりたいから。パワーコードできれば弾き語りできるじゃん。なんか弾き語り極めたいなと思ってて。もうパワーコードできてますよ。あ、レクチー、あれ、8時半にこっち着く？あのさ、コンビニでさ、俺のタバコ買ってきてくんね。後で金払うから。マルボロのメンソールライト。あ、マルボロのメンソールライトじゃねえや。アメスピのメンソールライト。アメスピの緑のやつ。真緑のやつ。8時半にこっち着く？違うの？よくわかんねえんだよ。パワーコードはこういうやつでしょ？だけど、これが C なんだって。これが C でもあって G なんだって。あ、ごめんね。買ってきて。これが C でもあって G でもあって、これも C なんだって。意味が分かんなくない？なんでこれが同じ音なんだ？曲作りてえな、簡単な。感じたまま作ればいいか、曲なんて。俺が音階にとらわれてる時点でダメじゃね？もう感性のままに作ろうか。聞いた音で。
えみちゃんこんばんは。いや、常識にとらわれるっていうか、理論がわかんないからバカだから。だからもう音で聞いて、自分で勝手に作るっていう方が良くない？無理じゃない？こんなの。楽譜も読めないさ、俺。無理だもんだって、こんなん作るの。だから聞いた心地いい音。斉藤和義読めないの？あんなにギター上手いのに読めないの？マジで？へえ、すげえ。すごいね。へえ、感覚で作ってんの？すごいね。だからなんかあの不思議な感じになるんだろうね。でもそういう人なんか憧れるよね。感性だけでできちゃう人。レコーディングはドラムからハーモニカまで全部自分が入れる。マジで？ドラムも自分でやってんの？音楽で食っていくとか考えてない。考えてるわけねえだろうがよ。音楽業界そんな甘くねえわ。考えてねえわ。ギタリストで食っていくとか超大変だからね。今の時代しかも CD がないから、食ってけねえよ。考えたらわかるだろ。それこそ無謀だと思うよ。いや、俺本気になったらできると思うけど、なんだろう、確率的に言ったら5%もないと思うよ。相当、何でも俺は夢叶うと思ってるけど、それでもね、音楽は自信ないから。俺がプロミュージシャンになったら笑うでしょ、だって。笑わない？無謀すぎるよな、ちょっと。笑わせんなって感じだよね。レクチが来るまで練習してようかな。ランカの向こう側、かっこつけた騎兵隊がウンティアンを
下を下ピカピカに光った銃でできれば僕の憂鬱を下をしてれればよかったのに神様には色を送り天国へのパスポートをなるなんて無気なのか誠実さのかけらもなく笑っているやつがいるよ屈しているの手を見せせてみろよところや皮膚や目の色でね一体この僕の何がわかるというのだろう運転手さん運転手さんその運転運転手さんそのバスに僕も乗っけてくれないか雪んこれは青空って歌なんだね雪先なら雪先ならどこでもいいこんなはずじゃなかったじゃなかっただろう歴史が僕これをあれなんだ授業で教わったんだすごいねなんだっけなんだっけ歌い出しブラウン管の向こう側かっこつけた騎兵隊がインディアンを打ち倒したピカピカに光った銃でできれば僕の憂鬱を打ち倒してくれればよかったのにだっけ神様には色を送り天国へのパスポートをねだるねだるなんて本気なのか靴下のかけらもなく笑っているやつがいるよ隠しているその手を見せてみろよう生まれたところや皮膚や目の色で一体この僕の何がわかるというのだろう運転手さんそのバスに僕も乗っけてくれないか雪先ならどこでもいいこんなはずじゃなかっただろう歴史が僕を問い詰める眩しいほど青い空の真
明日で。わかるというのだろう。運転手さんそのバスに僕も乗っけてくれないか。行き先ならどこでもいい。こんなはずじゃ、ん？なんだっけ？歌詞がわかんねえな。このコード表見づらいんだよな。一覧で見れるサイトないかな。なんかすげえ見づらい。いやローコードで弾いてるからね。うん、弾けてる？弾けてないでしょ。なんか見づらいなこのサイト。かっこつけた騎兵隊が UDR を打ちて押してこんなこんなはずじゃなかっただろう。歴史が僕を問い詰めろ。まぶしいほど青い空の真下で行くぜ。生まれたところやひやひふや目の色で一体この僕の何がわかるというのだろう。運転手さんそのバスにバック乗っけてくれないか。行き先ならありがとう。どこでもいい。こんなはずじゃなかっただろう。歴史が僕を問い詰める。まぶしいほどどう、まぶしいほど青い空の真下で。あ、ほら、うん、生まれたところや皮膚や目の色で生一体この僕の何がわか
てるといい。そろそろ怒られるんじゃないかな、長渕に。そろそろクレーム来てもいいよね。うん、長渕から正式にクレームが来てもおかしいよ、うん、やめてもらえませんかっつって。なんか変わったギターだな。エピフォンっていうギターのレスポールっていうやつですね。エピフォンのレスポールです。悩んでる体が熱くて指先はふふ。わかんねえんだよなこれ。少し背の高いあなたに耳寄せたおでこ。和道の歌ないよ。甘い匂い。わかんねえ、難しいこれ。コードが難しい。もっと簡単にしてほしいよ。ブリッジが変わってる？ブリッジってどこ？どこがブリッジなのかわかんないんだけど。どこですか、ブリッジって。ここ？これボディでしょ？ネックでしょ？こっちか。ブリッジがこれかな？変わってる？そうかな？うん。変わってるかな？誘われたあたしはカブトムシ。下の方ってどこだろう。ブリッジこれか、これか、これこれ。なんか安物だからでしょ、6000円のギターだから、うん、ここでなんか裏からギターの弦通すみたいな、ね、裏に弦をスーって差し込んでここに入れるみたい。ブリッジ変わってんのかな。なんかギターを所持したことがあんまりないからわかんないね。I wanna be the minority. I don't need your authority. Down with the moral majority. Cause I want to be the minority. The apprentice allegiance.To the end of world. すげえな、 C と F と G しか出てこないな。私なんだどでは Which I said alone Fish in the crow A song against the moon But that Without them Singing that's the only way I know Cause now I wanna be the minorityアメリカンイディオット。アメリカンイディオット。じゃ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 だっけ。ギターがないんだけど。A だから。
回いいでよと、ザザ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 、 G ってどこだ、 G ってどこだ、ディスマン。こんなにフレーム移動すんの？フレット移動すんの？そうな。合ってる？合ってんだ、この音とこの音一緒だ。スリーコード合ってる。はい、ワード2、のんたいいらっしゃい。五弦のパワーコード使うと、やりやすいの俺は。ここは無理だな。練習しないと無理だわ。Do I to be American idiot? Do you want my nation idiot? 無理があるな。 Do I to be American idiot?Do I want to nation and a new media? And can you head the Sunday he said lady? なんで長渕なんだよって長渕版かな。ミュートがちゃんとできてるのがすごい。そう。
これいいね。これ気持ちいいね。ブルース・ステリングスティーンも入ってる。なんだろうそれ。グリーンデーがさ、高校生に人気出るの分かるよね。なんか簡単に弾けて気持ちいいじゃん、うん、なんかいいよね。サウンド近づけようか。ちょっと歪みがないから。いろんな音出るよ。エフェクターは何使ってるんですか？エフェクター一切使用してなくて、あのなんだオーディオインターフェース買ったじゃん。そこに入ってる内蔵してるアンプ、プリアンプ。高橋さん飲み行ってらっしゃい。結構いい音するよね。簡単だよ。中ちゃんいらっしゃい。シットな。ワドニー。ワドニー。
でもアメリカンイディオット練習したいな、これ。かっこいいよね。なんか先輩のメロコアバンドがすごいかっこよくて、そのフレーズが未だに忘れられないんだよね。そのフレーズシンプルでめちゃめちゃかっこよかったんだよね。これレスポール正解だよね。これかっこよくない？これメロコアでやってて、先輩が、先輩っていうか、あのライブハウスに出演してた人が超かっこよかったんだよね。このフレーズかっこよくない？シンプルだけどいいよね。8000円じゃない、6000円。これはギター本体が7000円いかないぐらい、6800円で、でシールドが500円でしょ、でストラップも500円でしょ、でビッグが200円かな。だからまあ1万いかないぐらいかな、正義の味方。息ついた。タバコ買ってくれ。マルボロメンソール、マルボロじゃない、アメスピのメンソールの、これ緑色のやつ、緑の濃い方、アメリカンスピリットのメンソールライト頼むわ。We'll be right back.
いいよね。6000円でこの音出るんだったらいいよな。何？キーってどうしたの？これ良くない？今即興で考えたんだけど。どう？ダメ。このフレーズ良くない？微妙？これちょっと気に入ったんだけど俺。これオリジナル曲で作ろうかな。ダメ？これ。ダメ？ダメ？なんか言ってよ。作って。
メロディーどんなのがいいかな。わかんねえわ、メロディーが乗せらんない。レクチに試し弾きしてもらおう。まだ来ねえかな。もう近いはずなんだけど。そろそろ行くよ。迷った？どこいんの今。今どこ？迷った？
なんで迷うんだ、こんな分かりやすい道で。久々来るかな、迷っちったか。どこら辺にいんの、どこら辺ライン。はいはい、ちょっと迎えに行ってくるわ。迎えに行ってきます。すげえな、こんなとこにいるのか。どういう音が出るのか。 いいからそういう、ちょっと試してみて。レクツ来たよ、よいしょ。そこ座って、ちょっと引いてもらったら行こう。もう時間ないから。そこにギターあるから。あ、ありがとう。ちょっと待って、後で金払う。そこにあんた、それでちょっと弾いてみて。はい、軽いっていうか小さいよあれ指でいいですか。そうやって弾いて弾いて、重たい。いやもうでも悪さ普通にできてたんで。
からチョーキングとかさレスポールっぽいやつ弾いてよ、ちょっと何でもいいからちょっと弾いてみてよ。音聞かせて、音聞かせて。いやもう弾いて弾いて、うん、あ、出てねえじゃん音。音出てなかったわ。どう出た、ね、聞こえるみんな。そうなんだよ、これが短いよ。聞こえる、なんか弾いて、なんで切るんだよ。もういい、もういい。なんで、じゃあこのこの楽器のスペックを知りたいんだよ。いや俺毎日公開しとけよ。じゃあスタジオから配信するわ。ちょっと弾いてよ、俺も音聞きたいんだって。うん、出てねえって。切ってる。おいいね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 。おいいねいいね、もっと来い来い来い、いいね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 、エロいね、いいね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 、変態だね、いいね、いいねいいね、スタジオ入ろう。じゃあスタジオから、じゃあね、スタジオ行きます、バイバイ。いいね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。